どうもどうも。はい、ということで、日付が変わった直後に撮っております。今日もやっていきましょう。デースで優勝60ジュエルガシャ。ちょっとまだね、2回目なんで、まだちょっと動画のシーズン名がまだ覚えられてないんで、まあ、変になっちゃいましたけど、とりあえず引いていく前に少しまたデーマスの話をいたしましょうか。あ、の前に、ちょっとごめん、昨日、第1回の収録日というか、あげた日、島村あずきさんの誕生日だったみたいですね。ごめんなさい、すっかり忘れてました。うん。いや、あずきね、あずき2回の第5回総選挙でやっと、シンデレラガールズ輝いて、プレイヤーにでも主人公的な立場だったからね。シンデレラガールズを代表するアイドルの一人で言ってもないですからね、ゆずきは。あの笑顔は本当に癒されます。はい、じゃあ、第6回総選挙について少し話しますか。なんだけど、今手元に順位表のスクショしたのがあるんですけど、まず、中間発表がとりあえず発表されましたが、まあ、全体の感想といっては、やっぱ、まあ、声なしアイドルが4人、声付きアイドルが6人ということで、まあ、思った以上に声ありアイドルが結構いるなっていうのが印象なんですけど、なんといっても1位の高垣楓さんが、中間では1位となっているということで、いや、無冠の帝王、無冠の女王と言われていた、ついに楓さんが中間で1位というのはすごい、興味深いですけど、どうなんですかね、今回の総選挙。いや、あと2位の藤原はじめちゃんもさ、第5回総選挙で10位だったから、惜しくも、まあ、ボイスを逃してしまったんで、今回、はじめ P は本当に本気を出すだろうなと思ってたんですけど、案の定、本気出して2位になってきましたね。あと、3位のミオも、結構ミオ P が結構今回の総選挙目立ってるんで、それなりの上位には行くかなと思ったんですけど、でも案の定入ってきましたね。しかも3位ってなかなかいいじゃないですか。で、4位の荒木ひな先生。いやー、びっくりした。いや、ひな先生も結構人気のアイドルの一人ですけど、まさか4位に入ってくるとはね。あと5位の北見ゆずちゃん。北見ゆずちゃんも、ほんと声聞きたい。最近、来てるんで、マイブームなんで来たゆずちゃんが、ほんと声聞きたいんで。で、6位。やっぱ、で、まゆは、入ってくるだろうなと思ったけど、案の定入ってきましたね。あと9位の関ちゃん。関ちゃん P も結構、頑張ってますかね、今回。で、10位の宇佐美。阿部奈々さんも、まあ、結構阿部奈々さんもなんだかんだで人気ですからね。で、タイプ別に見てみると、キュートが上位には4位5位6位7位にチエリ・サチコ・ミク・ウズキが入ってるんで、結構、まあ、ボイスサリでデイアニでも主軸としたメンバーが、まあ、シンデレラプロジェクトとサチコが今回の役どうし、で、キュートで、かなちゃんと工藤しのぶちゃん。いやー、こじえちゃんの声どうなんだろう。想像できるけど、すごい癒し系になりそう。あと、今井かなちゃんもね、結構、本当に可愛らしい子だし、工藤しのぶちゃんもすごい声聞きたい。あと、こう、上位陣は、まあ、変わってんだよね。カレン、フミカさん、ナオ。その次に、カコさんがいて、高藤カコさん。で、10位に、佐城ゆきみちゃんで、11位に、結城はるちゃん。で、14位に、永見真希乃ちゃんというのが興味深いですね。知人に真希乃っていうのがいるんですけど、まあ、毎日積極的に投票してるんですけど、結構、今回は絶対いい。取りたいって言ってたんでね、期待ですね。で、ファッション、
ファッション結構混成なんだよね。ファッションの3位に村上智恵ちゃんがいて、まあ、ジョーがいて、で、5位に来たひなこちゃん、6位に南條ちゃん、で、7位に私の担当アイドルの1人、ナターリアが入ってたら嬉しい。いやー、ナターリア7位、まだまだ十分これから逆転狙えるんでね。もしかして本当にナターリアが、まあ、ボイス付き圏内に入ってくださると本当に嬉しいんで、皆さん投票してくださいね、ナターリアに。あとは13位にまとバリサがいるのもね、気になりますね。バリサも。バリサ可愛いからね。はい、ということで、総選挙まだまだ、確か5月の9日までだっけ？だと思うんで、まだまだ時間前。ということで、話が長くなりましたが、もう何分喋ってんだ？ 5 分くらい喋ってるよね。まあ、とりあえず今日も、プラス参加者回していきましょう。行きましょう。あ、でもロード入ったから、なんだろう、 SD あたり来んのかな。なんだ、なんでロード入ったからてっきり、でも、持ってなかったか、まだ。相原ちゃん、相原ゆきのちゃん、じゃあちょっと見てみましょうか。相原ゆきのちゃん、ほう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 。あ、紅茶が好きなんだね。いいね。秋田県出身。こう帽子が可愛いね、この帽子が。ちっちゃくて。22歳。あ、結構いい年いってらっしゃる。あ、2月14日誕生日。あ、じゃあ宮本笛玲香さん。私の担当アイドルの一人の宮本笛玲香さんと同じ誕生日なんですね。わ、なんか運命感じる。利き手は左手と。はい。ということで、今日は、相原ゆきのちゃんでした。ではね、また明日も、ガシャ、弾いていこうと思うので、よろしくお願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。